はい、それで,、えー、っとで、また続くんですね、微積が長いという話です。えー、っと、微積の、なんかいろいろ微積をやっていく上で、なんか不統合っていうのが結構大切なんですけど、まあ、不統合のことをなんかちゃんと理解してない人がいるから、ここで改めて説明します。まず普段考えてる 数っていうのは、まあ、いわゆる実数と呼ばれてるやつですけど、まあ、これは虚数に対して普通の数を実数と言っていると、そう理解をしてください。で、A と B という数があったら、一般的に知られていることは大小関係っていうものがあって、A の方が大きいか、A と B は等しいか、B の方が大きいか、このいずれの3つのうちどれかが必ず成り立つことが知られています。まあ、当然ですね。<laughs> それはそうだと思うと思います。 でも複素数の世界はそうじゃないかな。これは実数の世界ではこういうことが成り立つ。まあ、これ丸が抜けてますね。はい。で、これはいいんですけど、ここで混乱する人はいないんだけど、この小なりイコールという記号に関してご理解がすごく浅いというか、間違った理解をしている人がいるので、ちょっと説明します。A、小なりイコールという記号があるんですけど、この意味は A 小なり B または A, A イコール B このいずれかが成り立つっていうのがこの記号の意味ですでこだからこのどちらかが成り立ってたら小なりイコール記号を使っていいから一見あの違和感のある、えー、式が正しいです例えば0小なりイコール00小なりイコール1 これは正しい式です。なぜならば、0と0は等しいですよね。イコールに統合成立してる。だから、小なりイコールと言ってもいい。なぜならばもう、もう一回言うと、小なりイコールっていうのは、この小なりが成り立つか、イコールが成り立つか、少なくともどっちかが正しかったら、小なりイコールと言っていいというので、これは小なりイコール、正しい式。で、0小なりイコール。 これもこれおかしいんじゃないかと思う人がいるかもしれませんがえなぜならばこれ0と1は違う数字だからイコールじゃありませんだから小なりイコールおかしいと思うかもしれないけど定義に戻ってみると小なりイコールっていうのは小なりが成立してるかイコールが成立してるかどっちかだったらいいわけだから、えー、0と1比べたらそれはゼロ0の方が小さい 小なりが成り立ってるから小なりイコールも成り立つと。こういうことなんですね。同様に A 小なり B だったら A 小なりイコール B が成り立つし A と B が等しかったら A 小なりイコール B も成り立つと。こんなふうになってるわけですね。えっと思うかもしれないけどここ,ここ結構なんかちゃんとここのところ理解があの曖昧な人が多いので。 ここ,あのここが分からないと結構微積のある部分が分かんなくなっちゃうので注意してください。